はい、皆さんこんにちは。8小節の練習曲チャレンジプロジェクト、今日は132番です。132番は3度の2ノートスラーね、この3度の3度の、2ノートスラーに、装飾音符がついてる練習ですね。で、後半はトリルになっています。その練習です。はい、では最初にね、全体像を見るために装飾音符トリルを取って弾いてみたいと思います。そうするとこのね、2ノートスラーがずっと続いているのね。そして気がついたと思うんだけど、どういう風になってるかというと、下の音をね、このドーシーシーラ、ちょっと下の音を聞いて、そうするとシーシーラララソソファファってリピートしてるのね。ね、聞こえる？このどうしてもね、上の音を歌っちゃうんだけど、この下の音をね聞かないとすごいややこしいから。で、3小節目はレドファミミレ、ここでリピートしないでドシミレドシってそのまま来ますね。で、もう一回レドファミミレドシね。で、4小節目レドレドミレレ、もう一回リピートしてね。で、ここでブリッジがあってまた同じことですね。はい、で、この時にこの3度の2ノートスラーで気をつけることは、いつもね言ってること、まっすぐ下ろす、指をまっすぐ下ろすんだけど、特に3の指がまっすぐ下りるように、3の指ね、垂直に降りるよ、ね、これちょっとでもこう斜めになってると指の感覚がね分かるようにね、これを意識して練習することが大事です。ね、すごく意識をつけて練習します。はい、で、そのための装飾音符を取った練習ですね。はい、それで次は装飾音符を戻すんだけど、この装飾音符をきれいに入れるためにスタッカートにしてね、ね、で、後半は5小節目3まっすぐ、ね、そしてこの4、5、4って弾いてる時に腕が一緒についていくように指に、ね、こんな感じで、練習します。はい、そして装飾音符トリルを戻して弾いてみますね。こんな風に練習してみました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。一緒に練習しましょう。じゃあまたね。